ゼロワンバーバーライフチャンネルをご覧の皆様、タカルです。まあ、今回は久々のヒゲカットの動画ですね。今ね、自分は結構こうね伸ばしてて、鼻下の部分と顎下、もみあげからつながる顎のラインですね、この部分を生やしてるんですけども、伸びてくるとどうしてもね、僕のヒゲだとこうねうねうねしてきて、それで結構小汚く見えてしまうんで、その部分をですね、まあこういったところ長くなってきたり、いろんな方向に行ってきたりとか、あと下の方の部分の毛が唇に入ってきたりとかもするので、ちょっとそういうところで衛生面に欠けてきてしまうので、まあそういったところをきれいにね、ライン取りしてカットしていくっていうところを今回はね、配信していこうかなというふうに思います。で、今回のポイントとしては、簡単にね、誰でもヒゲカットがね、できるようになる工程とコツ、切り方っていうのをですね、配信していきますので、ぜひ最後までお見逃しなくよろしくお願いします。当チャンネルはバーバースタイルを中心にゆるくゆるく配信しているチャンネルでございますので、チャンネル登録はまだの方はチャンネル登録といいねボタンが我々の配信の力を引き上げてくれますので、ぜひよろしくお願いします。ショート動画では僕のこのねロン毛をかけたねドラゴンズの広島3連勝最高でしたよ。はい、なんとか最内に食い込んで僕の坊主はね回避したいと思いますので、ドラゴンズファン、プロ野球ファンの皆さんもぜひ応援してください。それでは早速やっていきましょう。自分のヒゲの現状ですね、話したらこんな感じ、この辺とか妙に長いところだったり、この下が結構まばらになってますよね。で、顎下、まあ年齢も年齢なんで結構ね白髪も出てきてるんですけども、まあこういった感じでやっぱりね長い毛が多いんですよね。横から見ると急に突出してる部分だったり、まあ、こういったところをきれいに整えていくっていうところをやっていこうかなというふうに思います。はい、で型はできるってことですね。こうやってハサミを持った時に両方の手で開いて切るんじゃなくて、親指だけ動かしてね、切る時に下のところに刃を一つ置いて開く方だけ動かして切るっていうやり方です。刃を皮膚に当てながら切る方だけ開いて切っていく、こういう感じですね。片方にの皮膚に置いてそこを矢印でカットしていく。そうすると綺麗にライン研ぎしてカットすることができるので、そこのポイントをまずね忘れちゃダメです。はい、で必ず工程としてはまずは下のライン、こう下にヒゲを持ってきて出てくる毛のラインのまずの下のラインをきれいに揃えていってあげるっていうのがまず一つ目の工程です。はい、そして下のラインをきれいに取ったら一回ヒゲを浮かせます。そうすると余分な毛が上に出てくるので、上に出てきたところだけ直で切ってあげる、また伸びてきたところを直で切ってあげる。そしてそれで物足りない時にはポインティングと櫛使ってね切ってあげるっていう工程をやると非常に綺麗に整えることができます。最初から櫛でいっちゃうと、あのむやみにね取らなくてもいい部分を取ってしまったり、まあそういったねミスが起きてくるんで、最初からね櫛を入れてやるっていうよりかはまずは直で見て直でライン取りをしてっていうところが大事になってきます。まずはこの鼻下の部分、ここを切っていきます。はい、下の皮膚にハサミを置いてライン取りしていきます。はい、櫛を持ってきます。今下の部分長い出てくる毛を切りました。そしたら今度上にヒゲを持っていって上に出てくる余計なところを切っていきます。こうしてそうすると綺麗に
もちゃもちゃしたところが取れてきました。はい。そしてあとは妙に出てくるところとかあったら、コームで、はい、そうするとさっきと違って割と綺麗にねライン取りができたと思います。さっきはね唇にヒゲが入ってたんですけども、こうすることによって唇にヒゲが入ることができず、綺麗に整えることができます。はい。そしたら次このあごひげですね。あごひげもここにやたら長い毛がねこうギザギザギザってあるんで、これをまずは一回手で起こしてから、今回は皮膚につけて切るってことは首はできないんで、空中に浮かせながら直でカットしていきます。ただそれも切るときは親指だけ動かしてハサミを動かすっていうのを意識して切るっていうことが大事です。はい。ヒゲをまず起こしてそのラインに合わせて、やたら長いところもカットしていきます。でね、このね白いところのヒゲとかをこうねポインティングで切っていくと、白髪のヒゲとかもね目立ちにくくはなってきます。はい。自分はねここのね顎が割れてるわけじゃなくて、ここ生えないんですよね。昔なんか抜きすぎたのかなんなのか、なんでここねちょっと貯金箱みたいに嫌なんですけど、これは別にあの毛根がないだけなんで、僕が顎が割れてるわけではございません。はい。今こうやって出てきましたね。こういうのはこうねひっくり返す出てくるんで、そういうのをポインティングで切ってあげる、ポインティングで切ってあげる、ポインティングで切ってあげる。じゃあ見てください。こちら半分の感じとこっち、綺麗なラインになりましたよね。こっちと見比べてみてください。こっちちょっとほら小汚い感じじゃないですか、わちゃわちゃってなってて、でもこっちは結構シュッとなるんで、このぐらいね違いが出てくるんですよね。これ逆サイドもちょっとやっていきますね。本当に皮膚を切らないようにねカットは気をつけてくださいね。あのリビオバサミを使ってやっちゃうと切れた時にね結構悲惨なね切り傷になっちゃうんで、でもこうやって自分黙って切ってるじゃないですか、なんですけど見てください、服毛まみれです、やばいっすっていうね。ここはまあうちバーバーなんで床気にせずにね切れるんですけど、自宅でやるときやっぱり何か敷くとか、まああとはこう浴室でやるとか、まあそういうの考えてやらないと床毛まみれになっちゃうんで、それは気をつけた方がいいと思いますね。はい。ヒゲいい感じにスッキリしましたよね。このぐらいね切る前と切った後ヒゲの印象ってカットだけでねイメージ変わるんで、ぜひね皆さんヒゲカットチャレンジしてみてください。